私たちが構造士に長居していた間に大木様が軍を出したようですね。兵器神速というわけだな。今のラフが最も重視している問題は性格の災いを制御すること。軽減将軍が軍の指揮を大木に任せたのであれば、彼女が牧さんの結果を頼りに行動することも分かっていたはずだ。運気軍についていかなくてよかった。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うちこういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では半数の同点が崩れ、ほとんどの運気軍が殺されてしまった。このような過去は長命主たる我々にとっては歴史とすら呼べない。昨日の出来事といっても過言ではありません。それに比べれば眼下の衝突など子供のままごとに過ぎませんよ。それちっとも慰めになってないんですけど。この一戦大木は勝てたかどうか。試合じゃないんだから。運気軍はあんまり倒れてないし、きっと選手が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。
行軍が成功したのであれば、通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をするはずだ。しかしここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。気をつけてね。モンスターの生命力って侮れないから。見て、あそこに人がいる。ここ、まだ生きてる人が。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの？ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか？短命種にまで助けを求めるなんて、ケーゲンは本当に人手不足みたいね。早く逃げろ。こいつは薬王秘伝の人間だ。うるさいわね。その体が治ればお前も薬王秘伝の一員だというのに。奴らを逃がさないで。いい子だからできるでしょ。
れば殺気が枯れる。水は成した。ランス、戦闘準備。ふん、この曲は乗ってる。剣に連鞭は振る。私が守る。お注射の時間よ。助かった。送ってやろう。ランス、戦闘準備。どうせ刹那に消え去る命だというのに、なぜ自分から死への道を歩もうとするの。避難早々。私が守る。もっと。悪い気ね。お薬の時間よ。ランス、戦闘準備。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。おやすみ。地上よきたれ。禅宗に来た理由は何？証明を求めるため。軽減の顔を見るまでもないわ。薬王秘伝がその願いを叶えてあげる。チャンスだよ。乗ってる。お注射の時間よ。剣に連鞭は不要。この曲はもっと。無駄だ。俺は奴に転化させられた。もうすぐ。早くここを離れろ。大木の人間ならこの先に。行こう。これまで潜伏していた薬王秘伝が姿を現すとは。大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵。同盟は送ってやろう。誠意は成した。チャンスだよ。乗ってる。おやすみ。
剣に憐憫は不要。もっと悪い気ね。お薬の時間よ。余計よ。大したことないね。送ってやろう。切れ味が落ちたようだ。上位を来たれ。チャンスだよ。乗ってる。切れ味が落ちたようだ。帝宮様のご加護を。あなたたちは薬王秘伝じゃない。動かないで。今あんたを助ける方法を考えるから。はい、これを飲めば怪我の治りが早くなるはずだよ。あなたたち、ありがとう。だいぶ良くなったみたい。あなたたちに出会えてよかった。この先に運気軍の駐屯地があるの。もし休憩できる場所を探しているなら、そこで休むといいわ。私は先に行って待っているわね。送ってやろう。誠意は成した。乗ってる。今度こそ成就するだろうか。おやすみ。
の施しようがないわね。ランス、戦闘準備。お注射の時間よ。お休み。私が守る。平気よ。チャンスだよ。平気でしょ。ランス、戦闘準備。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。薬王秘伝の狂人どもが潜伏している今、外を出歩くのは危険です。どうかここで大木様からの情報を待ってください。何者だ、雷を明かせ。待て、お前たちは。失礼しました。外は危険ですので、どうぞ中へお入りください。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして、皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、性格は確かに北条と関連する異像を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は少しも被害を受けていない。おそらく俺たちの知らないところで何かが起きているのだろう。大木がいないのなら仕方ない。拠点内の運気軍に話を聞いてみよう。では恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。あら、恩人様、薬王秘伝の者たちとの話は終わったのですか？いかがでした？あの者たちはなぜラフを裏切るのでしょう。とても理解できません。
敵が薬王秘伝だったとは。きっと大木様はヤブヘビで敵にバレないように秘密にしていたんだろうな。隊長、これは以前の戦いとは違います。仲間が敵になってしまうかもしれないなんて。仲間が魔音の身に落ちたらどうすべきか、運気軍なら誰もが知っていることだろう。自分が受けてきた訓練を忘れるな。ですが、おかしいと思いませんか。あの年ではまだ魔音の身に落ちるはずがないのに。以前運気武系で関連する記述を読んだことがある。儒家の王に触れた者は即座に魔音の身に落ちると。まさか薬王秘伝が本当に実在していて我々のそばに現れるとは。自分はこれからどうなるのか。どれだけの仲間たちが。話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手だとつまらなくてな。あの光る種のことか。それなら見たことがある。とても綺麗だった。中を見ていると声が聞こえてくるんだ。ねえ、カカリアのこと覚えてる？あれで剣木を蘇らせると海主が言った時は信じられなかったが、何しろあんなに多くの努力を重ね、断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、ちっとも蘇る気概を見せなかった剣木だ。だが、これではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる薬王北条よ。ああ、お前も見たのか。剣木が蘇る様の。なんと神々しいことか。長命主さえ思い出せない神下ろしの時代、薬王北条は剣木をラフに授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即上も木務官も自在王神も。それなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし、じきに我々は神下ろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた異獣を見ただろう。あれは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もう口を閉じろ、ざれ言ばかり言うドブネズミが。
お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。何をしたかって、同胞たちを治してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ、今すぐ切り伏せてやりたい。ああ、お前たちにはわからない、短命種にはわからないさ。魔音の実？あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り、戦隊をなせ、自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。俺がお前を、お前を。こいつの光源に惑わされるなよ。からかっただけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ短命種は変化に耐えられない。あら、恩人様、薬王秘伝の者たちとの話は終わったのですか？いかがでした？そうですね。ですが、北条の民からすれば、長命種の本性に向き合わず、心の魔を抑え、凡人のふりをして文明社会を維持することも、大人がままごとをするようなもの。それも一種の狂気なのです。先秋人は死よりも不死を恐れています。長命を手に入れたというのに、死よりも恐ろしい結末を迎えることになるとは。北条の主とやらは本当に趣味が悪い。自重して行動すべし。どういう意味？おそらく行動命令を出せと言いたいのだろう。大木様なら石膏を率いて偵察に出ておられますので、ここで少々お待ちください。手短に頼む。戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。今回の敵が儒家の王に仕える薬王秘伝であることを知ったのはその時だ。最初は全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも、奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった。しかし、しばらくすると急に軍の仲間たちが敵味方の区別なく無差別に人を襲うようになって、くっそ、薬王秘伝め、一体どんな妖術を使ったんだ。先秋人は魔音の実を人前にさらすことを忌み嫌っている。何しろ魔音の実とは人の実であることを諦め、長命の血に潜む忌み者に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。
薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの仇を討ってみせる。大木様、お戻りになられたのですね。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。悪かったわね。機密保持のために薬王秘伝の情報は私と将軍の間で止めていたの。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織。ずっと影に潜んでいたけれど、今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そしてこの最悪も彼らと並々ならぬ関係がある。戦況が思わしくないにもかかわらず、自ら先頭に立ち敵情を視察する君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元より牧さんは牧者が自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った。薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。心の準備はできているようね。ああ、初めてあんたたちの玉空様に会った時は先週同盟の事情だから請求列車の手を煩わせるつもりはないって言われたのにな。気づけば大変な仕事ばっかり押し付けてきて、カンパニーだってここまでブラックじゃないと思うけど。それで今回は何をさせるつもりなの？まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか？行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。はあ、誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った？将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な使となった。何しろ全ての先週人を長命種に変えたのも剣木から数多くの摩訶不思議な技術を生み出したのも彼らだったから。でも端子たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の研究は喉の渇きを潤すために猛毒を持つ鳥の羽が入った水を飲むようなもの。行商に見るは夢の中の夢、変化は心外心に集いて散る。
お前たち、あれが見える？大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭師たちが先導を極めた場所。あそこで炭炉を築き上げ、原木の力を吸い取り、奇想を現実のものにした。炉の煙が絶えないことから運火シフと呼ばれているわ。風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え、運火がなくならない以上、近づくこともできない。あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも。薬王秘伝は各動天を漂う煙の中に魔音の実を誘発させる丹薬を仕込んだの。煙を散らさない限り、運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の実に落ちるかわからない。軍の士気を下げるのに疑心暗鬼は最高の手段でしょ。運気軍を進軍させたように見せかけ、相手の注意を引き、俺たちは炭炉に向かい煙を止める。そういう算段か。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気軍であり、お前たちではない。つまりお前たちに対しては何の備えもないということ。ないと考えているわ。あの煙は運気軍のためだけに用意された切り札だもの。剣木はラフの禁忌。泉州同盟は遥か昔から独立しているから、薬王秘伝の連中も将軍が外部に援軍を求めるとは考えないでしょう。それなら当然短命種に対抗する策も用意していないはずよ。軽減将軍の言う騎兵とはこういうことだったのか。妄言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧さんより正確であることは間違いないわ。カフカが求める未来が一つ一つ現実になっている。この道だけが基地の最良の結果にたどり着ける。選択肢があるのなら誰も崖から飛び降りることを選んだりしないわ。それに
これは私一人の判断ではないの。大木の職務は基地を追い今日を避けること。私は自分の選択でラフを最悪の未来に向かわせたくはない。話がそれてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに探路を消すことはお前たちにしかできないの。どう？やってくれるかしら。分かった。今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ？煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。決してお前たちを孤軍奮闘させたりしないわ。今から息を止める練習をしても遅くはないはず。まだ探路まで距離があるからでしょうね。ヤクリには精通していないけれど、容量を抜きに毒性を語るなんて机上の空論に等しいことだと分かっている。ふん。それでも内心は恐れているの。まだ若いのに魔音の実に落ちたくはないもの。そんなことできるわけがないでしょ。せっかく将軍に運気軍の指揮を任されたというのに、先頭に立つことすらできないのなら次期将軍になる資格なんて民を振幅させる資格なんてないわ。私の言うことが信じられないの？もし、わからないと言ったら、協力をやめるつもり？口を慎みなさい！保証ならある！絶対に間違いないわ！そんなに心配しないで。お前たちは、まだ魔音の実の正体を知らないでしょ。医師たちは魔音の実は記憶に関係していると考えているの。長命種は極めて長い寿命を持っているけれど、記憶の容量には限界がある。数百年、数千年が経つと長命種は感情の域値が上昇していき、記憶は年月を重ねた摩耗の中で希薄になり衰えていく。その時になれば一番極端で鮮明な記憶しか残らない。そしてその記憶は苦痛や悔恨の折に他ならない。そう、長命の最後には快楽も幸福も存在しない。苦痛だけが傷跡のように心を蝕んでいくの。そういった極限の感情の中で人としての自我が崩れ始める。それが魔音の実の始まりよ。これで分かったでしょ。短命種には関係のないものだって。安心しなさい。それなら安心だね。うちそもそも何も覚えてないし。いいえ、まだ分かっていないようね。魔音の実は記憶ではなく感情の域値が限界まで摩耗され、もういいわ。
関係しているのは記憶だと覚えておきなさい。それほど多くないわ。ほとんどが惑わされた短視か意志で移住を操って戦ったり、弾薬で身体を強化したりしても到底運気軍の相手は務まらない。だからこそ煙を放つ方法を考えたのでしょう。これだけ力の差があるというのに、奴らは潜伏を諦めて行動を起こした。どうにも不自然だわ。何かしらの転機を待っているとしか。暖炉が消えて煙がなくなったらすぐに駆けつけるわ。はあ、なんかさ、長命種は長く生きられるけど、悩んだり苦しんだりするところはうちら短命種と変わらないんだね。近くなのになんでまだ帰らないの？ご心配なさらずとも、私なら大事ありません。それに将軍様に命じられた以上逆らうわけにもいきませんので。帝雲さんの命に関わることだ。もう帰った方がいい。将軍には俺たちから説明しておく。本当に問題ありませんのに。私は長年宇宙を航行していますが、実際に越暦と呼べる年月は十数年程度なのですよ。そう考えるとむしろ皆様の方が年配かもしれませんね。薄くなった気がする。いや、まだだ。先を急ごう。剣に連鞭は不要、誠意はなしだ。私が守る。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。切れ味が落ちたようだ。俺を踏み。父親よ来たれ。チャンスだよ。この曲をあんたに。もっと。おやすみ。送ってやろう。ランス、戦闘準備。うん。悪い子ね。よくいた。剣に連鞭は不要。お注射の時間よ。平気よ。
った悪い子ねお薬の時間よに辿り着いてみせる。剣に錬輪は不要。地上よ来たれ。盛り上がってるじゃん。おやすみ。今度こそ成就するだろうか。いや。乗ってる？お注射の時間よ。平気よ。チャンスだよ。悪い子ね。おやすみ。自分の意志で。待って、まだ炭炉を全部消してないよ。よし、これで任務完了。よくやってくれた。今から軍を率いてお前たちのところに向かうわ。いらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵使に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。それに何の罪があるというのでしょう。その時剣木の根は泉州羅府を包み込み、
まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九曹の仙衆に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の仙衆のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。その上、獣王氏には長命を諦めることを強要されている。ああ、嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかし、まだ機会はある。今から個性を取り戻して。どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。仙衆の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、仙衆に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。大木様、仙人たちが成したことをもう一度お見せしましょう。善は成した。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落！槍先に火を、炎の槍を、断ち切れ！大したことないね。間に、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。おやすみ。避難早々。ああ、慈悲深き薬王よ、我が元へ。この家計、俺には届かぬが。皆を招こう。造花は心にあり。神木よ、罰を下せ。平気よ。ダンス、戦闘準備。乗ってる？お薬の時間よ。余計な。みんな手をつけ、私は神聖した。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。
もっと己を解き放つ反抗陽動霊落悪い子ね主張よきたれはい上がれ精神の変化ダンス戦闘準備乗ってるおやすみ送ってやろう間に合ったよねほんの気持ちよ気にしないで助かったこの時ありがとう皆を招こう沈黙よ我が愛だぜもう一つ気難そうそう私が守るこの曲をあんたにもっと邪魔だなぜなぜなの彼女は確かに金箔は降臨する君の戦区を携えて性格を授けた者がそう言っていた元老百王秘伝は成し遂げましたどうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。残念もっと観察したかったのに王城の恩恵を受けたんですもの壊滅の祝福に耐えられるのも当然だろう恩人の皆さん改めて自己紹介させてもらう。わらわこそは絶滅大君元老。こたびこの地へ訪れたのはこの泉州に混沌を呼び自ら滅びへの道を歩ませるため。天運がレギオンの絶滅大君一体どういうこと。落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。罪は成した。私が守る。持ってる？反抗、陽動、霊落。手の施しようがないわね。ダンス、戦闘準備この曲を…ハイになれ悪い子ね余計な…剣に連輪は不要気難そうそう私が守る泉州に目をつけたのが風炎でも清少でもなかったことに感謝するがいい
わらわは自らの手で壊滅を作り出すのが嫌いなのだ。あの将軍はよほどわらわを舞台に上がらせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。拙いものだが披露させてもらおう。そろそろ時間だ。この役者どもと心ゆくまで楽しむがよい。主張よきたり。この家計俺にはとど皆を招こう。盛り上がってるじゃん。もっと気満そうそう。お注射の時間よ。送ってやろう。ランス、戦闘準備。乗ってる。悪い子ね。おやすみ。剣に出た。チャンスだよ。もっと。お注射で。この家計皆を招こう。うちらと一緒に行動してたデウンはレギオンの人間だったってこと？さっきデウンの体から出た炎は何？デウンの体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七大君の一人。凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ、未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は、惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。幼児ちゃん、それってつまり本物のテイウンは？すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の独策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンの大君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先囚人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることは
ナフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先週を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。精査に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している洞天、林縁橋よ。さあ出発しましょう。あ